日本の農業百科事典のイラスト名画は、生姜か生姜族の多年層、食用として利用される。東アジアが原産。日本の山野に自生しているものもあるが、人間が生活していたと考えられる。場所以外では見られないことや、野生種がなく、五倍体であることなどから、アジア大陸から持ち込まれて栽培されてきたと考えられる。 草丈は40から100センチメートルくらいに成長する。葉は20から30センチメートルで、先端は尖っている。下水およびわかめの茎が食用とされる。死有同種で、カキにも、湯髄、死髄とも揃っている。両生花が開花するが、5倍体のため、受精しても、親と同じ数の染色体数になることは稀である。繁殖は、地下茎による。 栄養体繁殖が主体である。ごく稀に夏から秋にかけて温度が高い時に実を結ぶことがある。地上部に見える葉を伴った茎状のものは偽形系である。食用となる下水部分通常、花苗が苗がと呼ばれるものが下水で、内部には開花前の蕾が3から12個程度存在する。そのため、この部分を辛いと呼ぶ場合もある。一方、 わかめを軟白し、弱光で薄紅色に着色したものを、苗賀竹と呼ぶ。花苗賀は、晩夏から初秋にかけ発生し、秋を告げる風味として喜ばれ、一方、苗賀竹は、春の食材である。地面から出た花水が花開く前のものは、苗賀の子と呼ばれる。俳句では、夏の季語で、そうめんの薬味などとして食される。独特の香りが好まれ、 また特有の紅色が目を楽しませる。これにより、麺類や冷ややっこの薬味など香辛菜として利用される。その他、天ぷらや酢の物、味噌汁の具など独立した食材としても用いられる。農家では山椒、蜜葉と並び、果樹園や庭、屋敷林の木陰に薬味用として育てておく代表的な植物である。奈良県の吉野地方では、 描画の新芽や葉をタコナと呼び、葉でサバ寿司を包んだタコナ寿司が作られる。香り成分はアルファピネン類。鉱色の成分は水溶性植物色素アントシアニンの一種、マルビジンである。植物体内では、グルコース一分子と結合し、マルビジンモノグリコシドとして存在する。稀にカンヒルが寄生していることがあり、生殖によりカンヒル症を発症することがある。 俗に、食べると、物忘れがひどくなると言われており、落語にも宿屋の夫婦が預かった金のことを、忘れさせようと飛脚に苗蚊を食べさせる、苗ガ塾という話がある。だが苗ガを食べることによる記憶への悪影響に、学術的な根拠はなく、栄養学的にそのような成分は含まれていない。それどころか苗ガの香り成分には集中力を増す、効果があることが、明らかになっている。 無機成分では、窒素とカリウムが多く含まれ、食物繊維が多い。施設古事縁によれば、もともと、東和リ林では、生姜多食村地と記されていた。日本では、生姜と苗芽の発音が似ているために、苗芽にすり替わってしまったとされる。また、本草項目によれば、東光系が、生姜は、久しく服すると志を少なくし、 サトシを少なくし心着を傷つけると記していたとされる。大海保たし時期のみ、時で一心、岸かも悟るその日なり、乗りまたで一言、しかも解釈の、ぜも、その学ぶた。かつてとも、龍三口具父職、鉄橋自門曰く、孔子不鉄教職、なんなり。三木父曰く、本蔵小型職村、サトシ、同飛民民、小異具の、孔子移動教人者なり、 古鉄教職、小意具のなり。海保金前しかも笑い、久ゆきの悟るその義を乗れなり。三木父家ども、義こと、さ、王子の学ぶみのる大類これ。かのえたつ二月十一日、食はじかみがゆ、人尾、単位枠、向かいわれぐ、我食はじかみ用のたしか、元、並び三木父こときの、も、ため厚生君子一生。王海保は多く思いて、 喜びの蜜を喜ぶ。時に一親切を出し、すでにして、その日なるを悟るや、すなわちまたた一言を出して、これを解釈す。ぜをもって、その学ぶに応し。かつて、竜三口父と共に、諸ラフに、箸を、鉄目といて曰く、孔子が箸紙を鉄さず諸ラフは、何ぞや。三愚父曰く、本蔵曰く小が多く諸倉は、悟しを損す。 道は民を民とするにひず、進むにもって、これをぐとせんとす。孔子は道をもって、人に恐怖るものなり。ゆえに、端紙を鉄さずして、ショクラフは、進むにもって、これをぐとせんとするなりと。介保金前とし、笑い、久しくしてすなわちその己をギルを悟るなり。三木乳義ことすといえども、しかるに、王子の学ぶ実りに大いにこれにたぐす。 叶え立つ二月十一日、恥かみがゆくえらふ、花肌美し。嘆きてわく、我がぐなることを、かいむことなし、我が今日を食えらふことオかりよって、三次父のことに並びせて、これを知るし、もて公正君子の一生となす。広し群カオルプ、マキレイチ三頭は草木大陸から生姜と共に、持ち込まれた際、香りの強い方を、兄子を、弱い方を、 妹公と呼んだ。これが後に生姜名画に添加したとの説が有力である。名前の由来に関しては、下記の俗説もある。釈迦の弟子の中に、周都市半徳という、特に頭の弱い者がいた。彼は、自分の名前すら忘れてしまうため、釈迦が半徳と書いた旗を作らせ、背中に背負わせてやった。しかし旗を背負ったことさえも忘れてしまい。 とうとう死ぬまで名前を覚えることができなかった。修理判読の死後、墓から見慣れない草が生えていた。そこで、名を、担うことから、この草を苗がと名付けたのであるの意であるのは、発火と同じである。この故事から、伝説の俗心、物忘れがひどくなるが派生した。上述の落語や、類似の民は、苗蘭宿が知れ渡ったことで一般化した。ありがとうございます。